ね。6分3アルファイコールルート A プラス H で H が0ならば2分の1アルファプラスアルファ A マイナスアルファは H に比例するで無限小になることを証明しよう。中ってやって中2分の1アルファプラスアルファ A は一般にルートアルファイコールになるんですけど、はい、2分の1アルファプラスアルファ A マイナスルート A は中のアルファプラス H プラスルート A プラス H A マイナスルート A。 2分の1ルート A プラス H プラスルート A の1プラスルート A H の1マイナスルート A イコール2分の1ルート A プラス H プラスルート A 1マイナスルート A プラス A の H プラス1のルートのルート A マイナスルート A イコール2分のルート A H イコール2分のルート H ルート A よって2分の2分の1アルファプラスアルファ A マイナスルート A A の2分のルート A プラス後ろの2分のルート A プラス2分のルート A の1分の1分の0。64 A の AB があって AB マイナス AB が AB に対して対戦の運用を証明しよう。 AB A と O があって ABシータ R を、はい、書いて半径を R 中心角 AOB をシータで取れば AB イコール R シータ AB イコール R マイナス2のシータ AB マイナス2のシータ R シータマイナス2のシータイコール2R シータマイナスサイン2シータがリミット x が 0, x が3で x マイナス 3x イコール6分の1を利用して AB の3分マイナス AB が AB マイナス 2R の3分3分3分シータの2を 2R のシータの2マイナス3シータマイナス 4R の2マイナスシータマイナス2 3分シータの2 3分シータマイナス2マイナス3分3分シータマイナス2のシータマイナス2の3乗が 4R の乗の6分の1の2で3乗イコール2乗の4分の1の R の乗イコール2乗イコール0によって AB のマイナス AB と AB のサインの乗の2になる。65半、低範囲に内する円の数字の絶対円角の長さやらシグマのシグマ円の数字の N 分の1になることを証明しよう。はい、半径あるとすればシグマイコール 2πR シグマ N イコール 2RN sin Nπ よってもシグママイナスシグマ N イコール 2R に π マイナス N sin Nπ よって 2R イコール π マイナス N の Nπ マイナス6分の1 N の π の3乗プラス N の3乗1イコール 2R の6分の π 3乗 N の2乗マイナス4 N の1の3乗よって、よってリミット n の無限大が n の1の2乗のシグマ n シグマ n の3の3の r シグマ n シグマ n は n の無限大数の限大。円の AB の配数 A に対して記述すれば AB が3分の 8B マイナス1するので無限であることを示し、一体 AB が中心角を 2C と半径があるとすると AB イコール 2RC か AB イコール A イコール 2RsinC か AC イコール B イコール 2Rsin2 分の C か3分の 8B マイナス
ス以降の3分の2からの8、3、4、シータマイナス3、シータイコール3分の 2R8、2シータマイナス6分の1、2分のシータの3分プラス120分の1の2分のシータの6分プラス1のマシンはマイナスシータマイナス6分のシータ3分プラス120分の1シータの5分のシータの6分の1シータイコール3分の 2R3 シータマイナス160シータの6分のシータの5分のそして、3分の8にマイナスイコール 2R シータイコール AB シータ E イコール 240R シータの5だから3シータイコール 2R に対してデータの5分の8半径1の円から無限小の数無限小の一数62の曲です。無限小の一数63から68の半径1の円数上の10を取り BC とする半径1の AB 円数上にすると BC とするとき BC イコール1とするとき円数上の10を CB とし9ですね。AP が X の小の複数 180X の5乗となることに応援し X の解 角 OCP において予言定理から予言定理から CP の除いてる1の2乗の2乗が角が8にコサイン y マイナス x イコール5プラス4コサイン x 角 OCP イコール θ とおけば正弦定理からサイン θOP イコールサイン y マイナス x の CP イコールサイン θ マイナス CP のサイン x イコール9と5プラス4コサイン x イコールサイン x よってコサイン θイコールルート x マイナス5プラス4コサイン xX の2乗プラス72乗 X の4乗プラス72乗 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 X の4乗プラス72乗
イコール x プラス120分の1プラス72分の1マイナス300分の1 x の方、後ろ x の乗イコール x マイナス180分の x の乗プラス後ろ x イコール、よって aq イコール x イコール aap がこの時180分の x の乗68半径。